中京 TV スポーツ。堀監督にこうキャプテンを任せていただいたので、まあ、中高大とキャプテンやってるそのキャプテンシーみたいなところをしっかりと前面に出して、まあ、全員の方にも自分の方にももちろんなんですけど、全員のところにもしっかりと気を配って、そこにもベクトルをしっかりと向けて、チームのために、行動していくっていうところを、大事にしていきたいと思います。で個人としてはやっぱりその打つことが一番持ち味だと思うので、しっかりと勝利に貢献できるような一打を打てるように海外でも頑張りたいと思います。後にも先にも自分が今これまでアマチュアで受けたピッチャーの中で一番すごいボール投げたのはヒロトだったんで、やっぱりそのまだそれを更新するピッチャーは取ってないですし、やっぱりそのプロの世界でヒロトがこうやって躍動して WBC なんかでもああやって投げてる姿を見ると、やっぱり自分のその取ってた感覚って間違ってないんだなって、あれがやっぱりプロで通用するボールなんだなっていうのを改めて今感じてます。そうですね、やっぱり同級生で小学校の時もドラゴンズジュニアで一緒 で中学校少し違うチームになってまた高校で再会してという形だったんで、ヒロトで野球やったの歴も長いんで、やっぱりこう活躍すると嬉しいところもありますし、やっぱり自分も頑張らなきゃっていうところ励みになったりとか刺激になる部分も多いです。まあ、同じ舞台で対戦あるいはバッテリーを組んで仲間としてプロの世界で頑張りたいという思いを持って4年間頑張ると自分は進学を決めたので、まあ最後の今年ドラフトイヤーになるので、まあそれを実現できるように最後の最後まで全力尽くしてやりたいと思います。愛知帰ったら食べたいものとかありますか？愛知帰ったらそうですね、まあ味噌カツ食べたいですね。まあ、いきなり150キロ超えるよね、ストレートも投げるし、横から見ててもボールの強さというのは感じますので、まあ、本当にこれからが楽しみな選手だなと思って見てました。まあ、トップチームに参加して、やっぱりプロの選手っていうのは体が本当に一回り二回り大きかったので、そこはもう自分も負けないようにと思って、もう愛知に帰ってきてからトレーニングっていうのは、トレーニングの量を増やして、まあ、さらにきつくした部分は、まあ、あって、リーグ戦でもスピードが上がっていたので、もう本当にいい収穫になったなっていうのはあります。まずはもう秋のドラフトに向けてドラフト1位で行くっていうのが一番大きな目標なんですけど、まあ、個人の目標としてやっぱりあと1キロで160キロなので、そこは秋のリーグ戦で達成したいっていう気持ちは強いです。長打力がアピールになると思うのでっていうのと、まあ、やっぱ守備では強肩を生かして補殺をしっかりと、また国際大会とか本当に短期決戦だからこそいろんな選手が点を狙って回ってくると思うので、そういった場面で補殺をたくさん増やせたらいいなというふうに思います。先を見すぎても、ね、やっぱり全然実力もまだまだないので、一日一日しっかり大事にした上でドラフトを迎える日には自信を持ってその日を迎えれるようにしていきたいなというふうに思います。地元の友達とかも中日来てくれたらとかやっぱいろいろ言ってくれるので、まあ、どこに行ってもですけどそういった人たちのためにもしっかり結果出して、でもし東方の先輩とかがいるところにも行ければしっかり東方の魂として
一緒に活躍していけたらいいなというふうに思います。ありがとうございます。もうストレートのキレが一番のアピールポイントだと思ってます。まあ、開幕戦で完全試合してそれだけで終わらないようにしたいなというふうには自分の中で思ってたんですけど、まあ、その調子が長く続いて、まあ、全日本選手権でもいいアピールができてたんで冬やってきた成果が出たかなとは思ってます。そうですね、やっぱ一番大きい背中の中村さんという先輩がいるんで、やっぱその人に負けないようにというか一生懸命ついていくという気持ちで頑張って、まあ、相手代表として、まあ、誇りを持って、まあ、不甲斐ない結果を残さないようにしっかり結果で示していきたいなと思ってます。ちょっと戻っちゃう。